キャンパラナイトー、よいしょー、始まりました。後半戦ですよー。ということで、さあ本日が11月16日の金曜日の配信となります。さあ皆さん、クリアに映ってますでしょうか。どうでしょうかね。ちょっとね、コメントをくださいね。音が途切れてるとかね、いろいろと固まってるかどうかね。今僕のパソコン見る限りではまだ綺麗に動いております。ということで、本日後半戦、僕清水博文がですね、お届けしたいなと思います。ということで、清水博文の一人でできるもん、ありがとうございます。ということでね、昨日ね、僕一人でですね、ボジョレ・ヌーボー解禁日、ね、昨日は、でしたけども、まあちょっとさすがにね、ボジョレを買うのはね、僕できなかったので、ちょうどずっと前にナルトのドイツ館でいただいたワインを、ね、悪行ではないかということで、ワインのコルク開けを、挑戦できるかなしてみたんですけれども、結果ですよ、見事にできませんでしたということで、あんなに難しいもんとはね、コルク開けるのって、いやーね、急遽ねコルクを開けてみたんですけども、あんだけ難しいとは思わなかったですね。はい、ということで、今日はまた違うことにね、チャレンジ、挑戦してみたいなと思います。ちょっとその前にね、ちょっとコメント読みましょうかね。ちょっとコメント読みます。ちょっとパソコンが今こっちあるんですけども、ちょっとコメント読みますね。パチ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 ーと綺麗に動いてますよーと、清水さんキャンパンはーと、今日はコルク開け再挑戦ですねーと。いや、コルク開けは再挑戦しないですよ。昨日のは何やったんやろうかとね、謎でしたね、あれはね。はい、てか画面が引っ張られてますね、これ。 iPhone が引っ張られて、画面が大変なことになってますね。ココマスさんもね、見てますよと、黒サスケさんもね、お風呂タイムと、タヌキお気に入りですねと、お気に入りですよ、ゴンタ君みたいな感じになってますけどね。ということで、皆さんね、たくさん見ていただいてありがとうございます。はい、まあ末広ボールがね、ちょっと今目立っておりますけども、末広ボールは気にしないでくださいね。今日は一体何に挑戦するのかなと。よいしょ。ああ、でも今日は配信とかね、視聴者はうまいこと言ってますね。今日は何かなと、かなちゃん、ね、自分の名前だけに何かなってね。さあさあ、ではね、ちょっとね、いろいろとやっていきたいなと思うんですけれども、さあ今日は何するかと言いますとね、こちらを見ていただきましょうかね。よいしょ、いた、こちらです。よいしょ、ちょっと待ってパソコンがちょっとね、iPhone をね、パソコンにつなげて充電してるんでね、ちょっとパソコンが、どうしよう。この短時間でパソコンがって何回言うたら、ほんまに。あ、誰も映ってないところに。てか、いいよ。こちら。ドドドドーンと、こちらです。あ、見えないな、こちら。はい、
こちらですね、ついこの前なんとかして買うことができました。クローゼットケース3段ということでね、クローゼットの下の空きスペースを有効活用とかね、まあ別にクローゼットの下には使わないんですけれども、この組み立て式のクローゼットを一人で作ってみよう。できるかな、できるかな、できるかなということで、こちらですね、作ってみたいなと思います。実際はね、昨日これを作る予定やったんですよ。これを作る予定やったんですけども、急遽ボジョレヌーボのね、話をしてワインを開けることになったのでね、昨日ね早くね服を収納したかったんですけどね、今日収納せずにね、本当はベッドの下に以上ね服収納してるんですけども、まあ何ですか、蓋のないのね、蓋のないカゴのようなやつで、ホコリがねバンバン服に引っ付いてるので、もうこういうのに入れようではないかと思いまして、これをね作りたいと思います。てか映像きれいに映ってるかな、どうでしょうか、近すぎた、ちょっとぼやけてますね、きれいに映ってますか、ちょっとぼやけてますけども、どのくらい大きさになるのということで、そんな大きくないです。高さは3段使うと 67.8cm ということで、そうですね、 67cm っていうことは、僕の身長の4分の1っていうことで、はい、僕の身長の4分の1の高さになりますね。67センチってことはね、だいたい68センチですよね。本当に、まあ一応僕座ってるからね、今皆さんそんな風に見えますけども、僕これの4倍ですからね。まあ一応ねこちらをね作ってみたいなと思います。とカッターは使用しますと製品に傷がつく恐れがありますので使用しないでくださいということで、手でやりましょうね。さあこちらをね、作っていきたいと思いますけれども、あまいちゃんも入ってくれてますね。と、水色ボール回し物かと、違いますよね。よいしょ、まず、このテープを外せるかな？ああ、早速普通に失敗した。普通に、綺麗に取れんかった、今。できるかな？できるかな？外せた！よっしゃ、完成。さあ、じゃあちょっとオープンしてみましょう。じゃあ、いろいろテープがね、いろいろとひっついてますね。いよいよ。なるほど、返品してきて、返品、いや全然大丈夫ですよ。これを組み立てましょう。これね、キャスター付きですからね。とさあ、この段階での失敗と、まさかのテープがね、綺麗に一枚ベロンって剥がせると思ったらね、綺麗にふわって剥がせましたね。さあ、これが組み立て方の何かが載ってないかな、組み立て方の何か載ってない、何かな、これ。ほうほうほう、なるほどね、これ組み立てた、組み立て方の何かが、あー、あったあったあった、こんなところに入ってますよ、一番下に。
まあまあ大きいでしょ、これサイズね。あったあった。さあ、できるかな、できるかな、できるかなと。引き出し1段あたり約3キロある。え、これ3キロ？めちゃめちゃ軽いですけど、これでっけ上がった時かな、なの。必ずお読みください。これは紙です。ラベルね、リサイクルです。取扱いと組み立ての説明。この度は当社の製品をお買い求めいただき誠にありがとうございます。この説明書をよくお読みの上、正しく安全に組み立てご使用ください。お読みになった後は大切に保管してください。安全に組み立て、危ないな、これ意外にも。どうなんでしょうかね。安全に組み立てないと。組み立ては最下段から順番に組み立ててください。またキャスターは必ず最後に取り付けてください。なるほどね。組み立ては必ず大人の方が行ってください。また部品袋などのお子様がおもちゃにしないようにご注意くださいと。ちょっとお母さん、お母さんどこ、 お父さん、パパだぞ、来てねえ。ちょっと部品、ちっちゃい部品はね、ちょっとお子様の手の届かないところにちょっと置かないとダメですかね。とりあえず上の方に置いておきましょうかねえ。天板、ご注意、天板と受け台の向きに注意してください。支柱は一度はめ込むと取り外しできません。え、そうなん？え、一度はめ込んだら取り外さないの、これ。支柱？これ、一応三段は作るんですけども、三段作るんですけども、これ一段いらんとき、外そうかなと思ってるんですよ。これ二段で済むやんって思ったとき、外そうかなと思ってるんですけど、え、どうしたらいいんでしょうか。もう絶対三段作らなあかんのかな、じゃあ。こう三段作ってから二段に変えることはダメなんですかね。ダメなんですよね、外れない言うてるから。支柱は上と刻印のある方を、あ、上とカタカナで書いてあるんや。の刻印が、ある方を上向きにしてはめ込んでください。はめ込む、はめ込むって。キャスターは最後に取り付けてください。何回言うねんな。わかった、と。その際指を挟まないように気をつけてください。わかりました。これは前振りですね。引き出しはキャスターを取り付けた後にお入れください。前振りですね。連結して使用する場合。ん？連結して使用する場合？何これ？なんか連結できんの？これって。あ、これ他の、ん？あ、これ縦じゃなくて横に繋げることもできんや。そうなんや。縦じゃなくて横に繋げれるんですね、これ。天板の裏面に付属のジョイントをはめ込んで連結させてください。まあ、それか、もう一つつなぎをまたつなげれるってことかな？ちょっとね、ちょっと今ごそごそ聞こえたんで、パンク GG が来たかと思いました。どうやら違うようですね。パーツ内容。天板1枚。確かあったね。引き出し3個、これあるね。受け台3枚あったね。支柱12本。こんなが入ってるね。ジョイント2個。こんなが入ってるね。キャスター4個。こんなが入ってます。取り扱いの注意。直射日光や冷暖房器具が直接当たらないようにしてください。たわしまたは歯磨き粉で磨くと傷
がつくことがあります。するかい。転売や引き出しに熱いものや重いもの、危険物を載せないでください。危険物って一体何なんだ。爆弾でしょうか。ね、ボンバーマンはね、上に載せないです、僕。商品の中に入ったり、上に乗ったり、踏み台として使用しないでください。中に入る？中に入る？チキラ天候か、わしゃ。キャスターで移動する際は、製品の転倒や物が落下する恐れがありますので、ゆっくり動かしてください。確かにね。平らな場所に設置してください。これは転がるもんね。ゴロゴロゴロキャスターやったらね。この商品は一般家庭用に作られております。特殊な用途には使用しないでください。特殊な用途？わかった。オッケー。クローゼットとしてちゃんと使います。支柱やキャスターが緩んでいないか、時々点検し、緩んでいたときはしっかり差し込み直してください。もし破損や変形などの異常を発見した場合は、直ちに使用をやめてください。この商品は積み重ねて使用することができますが、積み重ねたときは危険ですので、キャスターは使用しないでください。また、積み重ねは1台、過去3段までとしてください。その際、体重、この耐えれる重さは引き出し1段あたり約 1.5 キロとなる。あ、積み重ね、この上にまたさらに3段積み重ねんねや。なるほど。だから、もう1個買ったら計6段まで積み上がるってことですね。ですよね。そうだよね。そう言ってもね。そうですよね。シャランラン。ということで、作っていきたいと思います。先にちょっとコメントを読みましょうか。昨日に引き続き、清水さんの一人でできないもん。実況でーすと。あら、できないもん？できるもん？できないもん？すでに今日もできない雰囲気が。これですよ、皆さん。これぐらい、できるっしょ。自宅でなんちゅう格好してるんですか。まさか今日もできないもんになるんでしょうかと。これ完成戦闘服入れられんね。使い終わった段ボールは何人使うの。そりゃあね、もう僕は箱入り男子ですからね、家として使いますよ。はい。ところでヒーターは買ったの？と、ヒーター買ってないんですよ。ヒーター買ってないんです。欲しいんですけどね。結局まだね、お金が、まあ、多分今週末には買うかもしれないですね。寒いよ。これ、話なんですけどね、床が冷たいんよ。バンテリンあるんよ。ね、部品なくさないようにね、と。今日は簡単じゃないですか？と。ねえ、今日もできなさそうな予感と。ということで、オーラも入ってきましたけども。さあ、じゃあまず一番下から作っていきましょうか。よいしょ。一番下はどれ？あ、まず部品出さなあかんのか。まず、これ支柱。シチューって言ったら美味しそうやね。出しまーす。これシチューでーすね。はい、上って書いてるやつが上でーす。こっちね。ってことはまず最初に階段キャスターつけたらダメなんですね。急に携帯が怖い。一応見とこうか、先に。マネージャーカーのあれじゃ怖いからね。何でしょうか？
誰からのメールですか？ただただ友達からのメールでしたね。大阪なる。知らん。大阪に巻いてるんですか？ちょっと待ってくださいね。大阪にいてる。なるほど。大阪のどこで何をしてるんでしょうかね。さあ、まずシチューを入れましょう。靴下履こうよ。できるかな、できるかな、できるかな。遠近法ですね。まずこれを、まずこれをここに、いや、痛い、あ、痛い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 、早速挟んでしまった、あ、痛い、痛い、早速ちょっと挟んでしまった。そんなことないと思ったのに。いったー。痛い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 。よし、これも刺します。おバキッて入りますね。やんやんおかえりーと。よっ。そしてよっ、イエーイ。ねえ、これ机としても使えそうですね、このままね。まあ長くすっから買うんですけど、ここにお皿置いてバーッとなりますけどね。机としても使えそうです。これね、額としても使えそうですね。こうやってモナリザみたいなね。モノボケみたいになってますけども。まず一つ、ね、一番下の段ですよ、これ。一番下の段。ね、何々の段みたいなね、感じですけども。さあ、この上にそのまま、これを連結させましょう。こうですね。これ、ま、ああ危ない危ない。普通にこれ反対にしてしまったら危ないよね。危な。入れる方向がこう逆になってしまいそうになりました今。こう逆にね、入れてしまいそうになりましたけども。ちょっと見えない位置でやりますけども。てか腰が痛いね、この体勢。こうね。で、こうね。ちょっと、段ボールの、粉というかカスが入ってたね。よいしょ。あ、パソコンが。おお、順調順調と。よいしょ。よいしょ。さあ、こちらで。一段ね。これで、いや、変わるとね、ほらぴったり、ね、ほら、ね、種も仕掛けもありませんみたいなね、状態になってますけども。
抜けない抜けない、出た、抜けた。よいしょ。さらに支柱をね、支柱を取り付けていかないとダメですね。よし、袋オープン。こちらもね、同じように刺していきます。黒ひげ危機一髪かのように。あ、壊れそう。パキって言うた今。意外にも力いるね。言うた。意外にも力弱ってるね、最近僕は。ね、合ってるね。こう。ね、このまま。やだ。よし、ね、で、よいしょ。でね、これも、つけます。ん？ずれた？入ったのかな今。綺麗にパキって言ってくれないけど。おっとっと。いけたかな？まあ、いけるか。よいしょ。さあ。2段目の支柱もついた。これがしっかりね、パキッてついてくれたら分かりやすいんですけどね。よし、これね、なんで下に置かないんだ。あと下に置いてしまうと、まあ、ギリギリちょっと見えづらい。いけるかな。ちょうど画面に合わせてちょっとね、高さをやってしまってて。よいしょ。そして、これですね。ああ、寒すぎた、鼻水が。ああ、ただティッシュをクローゼットから出さんとダメですね。ちゃんと向き合ってますね。よいしょ。できるかな？できるかな？できるかな。あ、気持ちいいね。こうやって綺麗にはまった音がすると気持ちいいですね。 OK、 イエイ。そしてまあ置きましょうか。よいしょ。あ、鼻水が、ああ、よいしょ。で、これですね、ラスト4個、支柱のね、ラスト4個です。これ、反対やな、こうやな。ファッ！いや。ぴったしサイズだね。さすが。ぴったしサイズだね。さすが。
はい、七問ラスト1個。危ない、反対やった。よいしょ。よいしょ。ねえ。とりあえず、中に入ってみましょうか。こんな状態ですよ、中に入ってみると。ねえ。こんな感じです。あ、危ない危ない危ない。ここ危な。またぐときに股に刺さりそうになったこの支柱が。危ない危ない。あ、兄さんも寒い。あ、ちょっと休憩。ここまで来たけど休憩。ちょっとティッシュ取ります。鼻水が。ちょっとクローゼットの中入ります。よいしょ。よいしょ。レロンとね、ティッシュ箱開けれた。あ、破れた。失敗。ティッシュきれいに開けることはできたけど、取ることができなかった。さあ、そろそろ佳境に入ってきましたね。さあ、ソファーが汚いと。すいません、ちょっとごっちゃごちゃしてまして、もう CD とかがいっぱい、もう銀杏やらキャンパスボーイの漫才やったりとかね、いろいろとね、これ何、機動刑事ギバンのね、CD もありますよ。機動刑事ギバンね、誰が知ってますでしょうかね、ジバン。あ、ちょっと待ってください、ちょっと休憩タイム。いやー、一汗ならぬ一鼻水ね、流したところで、そろそろやりましょうかね。一応、今日ね、バイト終わって、からまた掃除するんで、明日にはね、ここ綺麗になってると思います。明日の放送までには、ここ綺麗になってると思いますんで。さあ、じゃあ、何ですか、一番上の板を取り付けましょうか。こちら出ました。じゃじゃーん。こっちですね。さあ、お、一発で全部入りましたよ。3、2、1、あれ、パチキは。よし、よし、いいや。ねえ、さあ、ここで次に出るのが、このキャスターですよ。ねえ。こちら、このキャスターね。安岡アナウンサー、中山アナウンサー、島川アナウンサー、榎本アナウンサーね。この4つ、全部つけますんで。ねえ、このキャスターをね、全部つけますからね。よいしょ。じゃあこれをこの底にねつけないとダメなんですよ。これもうそのまま差し込んだらいいのかな。
別に何年も書いてなかったからこのままでいいんでしょうね。じゃあちょっと1個目失礼します。あれ入ったかなこれ。え、これ入ってんのこれ。まだグッて入れるってこと。え、どこまで入れたいんだこれは。奥まで差し込んでいいのかなこれ。お、なるほどなるほど、入った入った、入りましたよ。じゃあ次、島川アナウンサーね、キャスター。あれ意外にも硬いな。これで壊したら怖いね。力の入れ加減がね、なかなか。お、入った入った、もう少しで皆さん完成しますよ。映ってますか。よいしょ、よい。さあ残り一つとなりましたね。これ僕の足に取り付けたいね。そのままガチン取り付けて、もう今度が歩くのもこうやってスーッてこれ取り付けてね。足交通事故あってね、骨折してた時ほんまにキャスター欲しい思ったもん。足の裏にこれつけたらスーッていけるから、ほんまに欲しかったわこれ。事故った時さあ、ラストの1個も、うい、入ったー、イエ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 イイエイ。ということで立てましょう。イエイ、すごいすごい、ほら動くよ、キャスターだから動くよ本当に。じゃあこれ取り入れましょうか。これはさあね、使わないもんね。これ連携させることがないから、これ今度もしもう一段買った時にこのジョイントをこう引っ付けたら、こうね横にもこうもう三段こう引っ付くとね。これはちょっと使わないのでこのボックスに入れときましょうか。ボックスに入れときました。ちょっとさあ皆さんどうしますか。完成させますか、完成させないですか、どうしますか。ここまで来てこのまま放置プレイしてみますか、どうしますか。じゃあしゃあない、完成させましょうね。まず一番下の段入った、ゴール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 。次よいしょ、次よいしょ、あ、パソコンが消えた。二段目入った、ゴール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 やりました、ハットトリック、やりました、ハットトリック達成です。
ありがとうございます。これで見事に完成しましたよ。ここにね、あのベッドの下にある、服とかはね、全部入れていきたいなと思うんですけども、ちょっと一つ入れてみましょうか。よいしょ、ちょっと。まずは、タオルを入れたいんですよ。一番がね、タオルなんですよね。こういう感じのカゴなんでね、ホコリがね、やっぱ入りやすいんですよ。まあ、全部また洗濯せんとあかんけど、個数がない、今。枚数が。まあ、とりあえず、今何枚あるでしょうか。ね。オープン。こうやってね。こうやって。これ横一枚こうじゃあ、結構あれかな。折りたたんどこかな。ねえ、景気回復タオルね、これ。景気回復。景気回復タオル。ね、これあの、剣山トレイルランニングレースの時にね、全く知らない人にもらったんですけど、なんだかんだでね、使っております。こうかな？こうかな？ね、これが、高校生クイズタオル。ね。高校生クイズタオル。今年ね、今年も僕たち、徳島大会担当したんですけども、あの、このタオルね、まさかの2007年バージョンなんですよね。確か。2007年の高校生クイズのね、タオルなんですけども。これ2枚、これ縦にしたいけどな。縦にしたらこれ入らへんねんよな、ちょっとな。どうしましょうかね。もう一個折った方がいいのかな。よいしょ。まあ、とりあえず簡単にね、入れていきましょう。ね、バスタオル。バスタオル、これ、ちゃんと折りたためてないですね。やっぱり、ホコリがちょっとかぶって持って、すんごいこう、パサッとやったときに、ねえ、ホコリが、僕もう匂いには敏感なんで、ハウスダストがすぐ、分かってしまいますね。ねえ、これ、コナン君の、ね、ボルティスのタオルに、これもボルティスのね、これはちょっと別のところに直しておきましょう。これはまた別でね、直しておきます。今いるのはタオルを直したいと。これでね、あとのこれはもう、あっちに入れておきます。また別の押し入れのこっちの方にね、直そうかなと思うんですけども。はい。よいしょ。ほんで、ああ、全部これ夏服やな。冬服があったらね、冬服を入れたいんですけども、これが夏服なんだよね、いろいろと。一番上がタオル。タオルこんなにないんやけどね。2段目にパンツ
靴下、僕のトランクスたちが、ベジータの息子ですよ。どういう感じで入れたらいいでしょうか、トランクスって。どういう感じで、こういう時って、こうなんかな。だから取る時にこう入れてしまうと大変よね。ボクサーパンツもね、ありますけども。でサッカーの靴下ね、もうなかなか今フットサル行けてませんが、サッカーの靴下で、これがね靴下で、もう履かないズボンね、これ履かないんですよもうね。で片一歩しかない靴下ね、履かないんですよ、これも。片一歩しかないからさ。そして、ちょっとこれもう、これ捨てるやつやな。履きましょうか？こっちわかんな。ね。はい、履いたらこんな、指入れてますよ、これ。ちょっと、これはこれは雑巾にしたいと思います。ね、もうこれ雑巾です。こうもね、もうだいぶ色落ちしてしまってね、このジーパンも。もう一個もね、ジーパン穴だらけになって。これも全然履かないんですかもね。だいぶ色落ちしてしまったよね、これも。まあ入れるだけ入れとこか、ズボン。これ海パン。ね。海パンもなんでか。海パンはもうこっち入れてええんやろうな。まあ、とりあえず入れるだけ入れておきましょう。入れるだけね。入れておきましょう。で、あとの、ここの、一番下はまたね、冬服とかよく使う、洗濯して使う。あとキャンパスボーイの T シャツをね、この一番下に入れるんですよ。まあ、あったかな、キャンパスボーイの T シャツ。洗濯されてて。あるかな。あるかな。今、あ、奥にあった。こっちや。忘れてた、もう一個あった。存在を。あ、来たな。ほこりすご。ベッドの下のほこりすごい。これを阻止するためにね、これを買ったわけですから。もうハウスダストがすごいわ。ハウスダストがすごいわ、本当に。あ、花が。よいしょ。ね、これ。まだ新品のスミマス T シャツ。これまだ使ってないんですよ。なぜならば、キャンパスボーイ T シャツがあるからね。これと、これ、ちょっと誇ってもうたな。一回洗濯した方がいいかな。うわ、来た！これ、ラオウのね。ラオウ、綿花統一の時のやつなんですけども、これはちょっと、埃まみれすぎるわ、これ。ああ、もう全体的に、
一回洗濯しようかな、また。これを言ったら、この中に入れるというね。洗濯せんとあかんわ、これ。まあ、ほこり、まず取ってからじゃないと、もう、ほこりだらけになってる。まあ、こんな感じで。それが、ちょうど、あのスペースに収めたいんですよ。向こうにね、洗濯機があるんですけども、そこのスペースにうまいことしたいんですけども、めちゃめちゃね、あそこの周りがね、ゴミがまだまだあってね、今ちょっと今日もね、朝から台所周りを掃除してたんですけども、来たなぁ。これはやばい。これは、何ですか、これは。ちょっと待ってね。ああ、むずむずする。ちょっと一箇所だけ掃除してまーす。一箇所だけ今掃除中でーす。このスペースにぴったしはまれば OK なんですけども、ちょっと皆さん、汚らしいところをね、ちょっと 見せてしまうんですけども、台所周りの、まだ今ちょっと掃除中でございます。とりあえずどこに差し込みたいかと言いますと、怖い、ここのスペース、今ちょっと移動させたんですけども、ね、アート引っ越しセンターのね、ダンボールちょっと移動させたんですけど、ここのスペースにね、このサイズにぴったしと合わせたいんですよ。このサイズに。ああ、汚い。ああ、汚いでした。すいません、汚くて。ここに、ぴったしと、当てはまれば、一応ね、僕、手でね、尺でね、調べたんですよ。一応、サイズを。尺で。ね。いよいよ。こうやって尺でこう、サイズを調べたのよ、こう尺でね。これをちょっと、よいしょ、やりたいなと思います。あれ、映ってますか？映ってますか？急に配信が。配信が、あれですね。映ってますか？これ。ちょっと配信を止めましょう。